奈良時代に発見された会津東山温泉。かつて侍を癒したお湯を老舗旅館が今も守り続けています。お湯は45度という驚きの暑さ。体が芯からほてります。一軒宿の小豆温泉では伝統家屋のような離れが迎えてくれます。紅葉シーズンでにぎわう前、束の間静かな福島会津の旅です。